デニス・エカーズリー、デニス・リー・エカーズリー、デニス・リー・エカーズリー、1954年10月3日イは、MLB の元プロ野球選手、当主、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身、右投げ右打ち、ニックネームは、エック。現役時代は、1987年から1995年にかけて、 オークランドアスレチックスの絶対的なクローザーとして活躍。最多セーブ投手に2回輝き、通算390セーブを挙げた。2004年アメリカ野球殿堂入りを果たした。の MLB ドラフトでクリーブランドインディアンスから3巡目に指名を受け入団。は AA 級で14勝3敗、防御率3.40を記録。 4月12日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。デビューから10試合で1勝2セーブ、防御率0.00を記録し、メジャー初先発となった5月25日のオークランドアスレチックス戦で風勝利。以降先発ローテーション入りし、新人ながら13勝7敗、防御率2.60を記録するが、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、得票なしだった。は、 初の開幕投手を務めるが、前半戦は4勝8敗、防御率4.95と不調。8月13日のテキサスレンジャーズ戦では、敗戦投手となるもの,のキャリアハイの14奪三振を記録するなど後半戦で、防御率2.41と調子を上げ、13勝12敗、防御率3.43、キャリアハイの200奪三振を記録した。 は5月30日のカリフォルニア・エンゼルス戦でノーヒットノーランを達成。オールスターゲームに選出されるなど14勝を記録した。開幕直前の3月30日に4選手との交換トレードでフレッド・ケンドールと共にボストン・レッドソックスに移籍。4月は0勝だったが5月に5勝を挙げるなど前半戦で10勝を記録。後半戦で 防御率2.6211関東と調子を上げ、リーグワーストの3非本塁打ながら20勝8敗、防御率2.9916関東を記録。チームは一時ニューヨークヤンキースに最大14ゲーム差をつけるが9月に逆転され、シーズン最終戦に同率で並ぶものの、ワンゲームプレイオフで敗れて、地区優勝を逃した。サイヤング賞の投票では4位に入る。 は七月十一日から七連続関東を含む八連勝。直後から五連敗を喫するが、十七勝十敗、防御率二点九九十七関東の好成績。は、開幕から不調で五連敗を喫し、五月に離脱するなど十二勝十四敗に止まる。は五十日間に及ぶストライキの影響で九勝。は五年ぶりにオールスターゲームに選出されて、先発投手を務め。 13勝は5年連続で開幕投手を務めるが不安定な投球が続き9勝13敗防御率5.61と不振に陥る5月25日にビルバックナーとの交換トレードで1選手と共にシカゴカブスに移籍移籍後も当初は不安定だったが徐々に復調10勝防御率3.03を記録しチームの地区優勝に貢献 サンディエゴパドレストのリーグチャンピオンシップシリーズでは2、連勝で王手をかけた後、第3戦に先発したが、6回途中5失点で敗戦投手。チームはその試合から3連敗で39年ぶりのリーグ優勝を逃した。オフにフリーエージェントとなるが、再契約。は好調だったが、途中故障で離脱するなど11勝。は6勝11敗。 防御率4.57と不本意な成績に終わる。後に、この時期アルコール使用障害によって苦しんでいたことを告白した。開幕直前の4月3日に、マイナー3選手との交換トレードで、1選手と共に、故郷のオークランドアスレチックスに移籍。移籍後は監督とニーラルーサの方針によって、リリーフに転向し、J ハウエルの故障に伴い、クローザーに昇格する。 同年は六勝八敗十六セーブを記録し復活。は、開幕から十二連続セーブを記録し、六年ぶりにオールスターゲームに選出される。四勝二敗四十五セーブ、防御率二点三五の成績で、最多セーブのタイトルを獲得し、チームの地区優勝の原動力となる。フルスレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、全四試合に登板して四セーブを挙げ、 シリーズ MVP を獲得し、14年ぶりのリーグ優勝に貢献。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは、第一戦で1点リードの9回裏に満を持たして、当番。簡単に西を取ったものの自打者に、死球で出塁を許し、代打カーク・ギブソンに逆転さよなら2点本塁打を浴び、痛恨のセーブ失敗。圧倒的有利と予想されたチームは、ドジャースの勢いに飲まれ、 一勝4敗で敗退した。サイヤング賞の投票では、フランク・バイオーラに次ぐ2位、MVP の投票では5位に入った。は、故障で1ヶ月半離脱するが、4勝33セーブ、防御率1.56を記録。57.2イニングでわずか3死球と抜群の、制球力を発揮し、チームは、蓄連覇。トロントブルージーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 3セーブを記録し、リーグ連覇を果たす。ベイエリアシリーズとなった、サンフランシスコジャイアンツとのワールドリーズでは、ロマプリータ自身によって10日間中断するが、第4戦でセーブを記録し4連勝で自身初のワールドチャンピオンに輝いた。は、シーズンを通じて、防御率が1点を超えることが一度もなく、4勝2敗48セーブ、防御率0.61。 セーブ失敗はわずか2で73.1イニングで4、至球と抜群の安定感を見せ、チームは地区3連覇を果たす。レッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2、セーブを挙げ、チームは4連勝でリーグ3連覇。シンシナティレッツとのワールドシリーズでは、第2戦で同点の9回から投板し、10回裏にサヨナラアンダを浴びて敗戦投手。チームは4連敗で敗退した。 は、やや安定感を書きながらも43セーブを記録したが、チームは、地区4位に終わる。は、開幕から36連続セーブ成功と復活し、7勝1敗51、セーブ、防御率1.91、80イニングで93、脱三振の好成績で2度目の最多セーブを獲得し、チームの2年ぶり地区優勝に貢献。ブルージーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 1> 第1戦ではセーブを記録するが、第4戦で8回途中からリードを守るべく、当番下が打ち込まれ、9回に、ロベルト・アロマーに2点本塁打を浴びて同点に、追いつかれて、セーブに失敗し、延長の末破れる。チームは2勝4敗で敗退した。オフに、サイヤング賞と MVP を、ダブル受賞。クローザーが2つの賞を同時に獲得したのは、ローリー・フィンガーズ。 ウィリー・ヘルナンデスに次いで3人目だった。は36セーブを挙げたものの防御率4.16、セーブ失敗が10と今一つ。は、開幕から3回連続で、セーブに失敗するなど不審で、232日間に及ぶ長期ストライキで、シーズンが打ち切られたこともあり19セーブに止まった。40歳となったは29セーブを記録するが、防御率4.83。 セーブ失敗9と衰えが見え始める。2月13日に1対1の交換トレードで恩師ラルーサが監督に就任したセントルイスカージナルスに移籍。同年は30セーブ、防御率3.30を記録し、チームは地区優勝。パドレスとのディビジョンシリーズでは全3試合に登板し3セーブ。アトランタブレイブスとのリーグチャンピオンシップシリーズで1勝。 一セーブを記録するが、チームは大手をかけてから3連敗を喫し,し、3勝4敗で敗退。y 42歳ながら36セーブを記録。オフにフリーエージェントとなり、12月9日に、レッドソックスと契約。は、セットアッパーとして起用されたが、一時防御率が10点を超えるなど不調。故障もあって6月から約2ヶ月戦線離脱し、実に24年ぶりとなる。 マイナーリーグでの登板も経験。9月26日のボルチモアオリオールズ戦で通算1071試合目の登板を果たし、ホイト・ウィルヘルムのメジャー記録、当時を更新。これが現役最後の登板となった。同年限りで現役引退。通算390セーブは2017年シーズン終了現在で歴代7位である。2、資格取得1年目で、 野球殿堂入り。8月13日に背番号43がアスレチックスの永久欠番に指定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。